君の幻想を追い続ける恋物語ファイナルファンタジー10をゆっくり実況プレイ、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。なんか敵が出てきちゃったんで、とりあえずボス戦だと思うので戦いますね。相変わらず残機王でいきますよ。ここを残機王使い切ったら使ってるんで、じゃあ次フロラフルールでいこうかな。やめて、嘘、マジか。まあ、とりあえず残機王がね、アビリティ HP2 倍覚えたんで一気に強くなりましたね。打撃、沈黙とかどう？加速、デスとか鬼畜すぎるだろ。ドレイン吸い取られる。でも40ぐらいなら全然平気でしょ。打撃そんな強くないのかな。沈黙はしないか。体力回復しましょう。打撃、体力回復、みんな HP2 倍覚えてる。大丈夫ですね、ガードしますよね。ですよね。打撃、じゃあ暗闇状態とかどうかな。増強してみようか。打撃、安定の打撃ですね。気力、気力、打撃、グラビデはまずいんじゃない。4分の1だっけ。強すぎるだろう。体力回復しましょう。水没にしちゃった、間違えた。デスは効かないんじゃない、残機音の。あ、効いた。ウの欲が落ちてしまったじゃないか。再起、打撃、強いな、この敵強いっすね。体力、自分回復、打撃、 Y は効かないだろう。ウの欲倒したかな。倒したみたいですね。あー強かった。まだね、足場全部出し切れてないんですよね。こっからなんで、やっぱカットしてやることになりそうですね。これが誤報のガーディアンだったのかな。強かったな。リジェネリングいただきました。はい、お疲れ様。じゃあ次フロラフルールで行こうかな。足場が出てきましたね。封鎖モード全解除、加速区間への通路が解放されました。はい、ちょっと待ってね。そっか、デスってたか。フェニックスのポーションでいいよね。リザルトプレートをちょっと変更してあげないとな。迷わざる者を、違う、ガンナーに変えてあげて、でパインさんを剣士にしてあげて、戦士かにしてあげるのと、ユーナのモノノフの誉れじゃなくて迷わざる者に変えておいてガンナーにしときましょう。 OK。 ちょっとパイン姉さんのアビリティ見せて。今 HP3 倍いってるわけだね。3倍とか。ウの欲は、あ、ウの欲も3倍いってんだね。左翼はが今 HP2 倍頑張ってるとこか。了解した。よし、じゃあカットして足場全部出します。はい、ルブラン一味がいるところからですね、スタートしてみます。あ、ルブラン一味がいたところから鎖をこう降りてきました。で、降りてきた先がですね、これが A なんですね。皆さんよく覚えておいてくださいね。まあ覚える必要ないんですけど、まずはここが A であるということを覚えておいて、一番最初に触れるのがこれですね。制御塔、これ触れてあげると足場が動くんですよ。動くだろ、あれ動かねえんか。あ、おかしいな。もうこれでいいのか。からの
A ですね。もう一回触れてあげて、敵が出るのか。そうか、こいつ倒さなきゃいけないのかな。トンズラで逃げれるのか。逃げれないんですね。じゃあちょっと戦うか。じゃあ残機用でいこうかな。ちょっと時間かかっちゃいそうだけど仕方ないよな。ポーション使っときますか。ポーション、ポーション、ドレスアップの時間ちょっと短縮しよっか。今だけ多分連続で戦わなきゃいけなくなるんだよ。アスピル MP 持ってかれちゃいましたか。じゃあ残機用でちゃちゃっと倒しますかね。残機剣術打撃加速からの、じゃあ何でもいいんだけど猛毒打撃加速だ、気力スローは回避できるだろう、打撃猛毒は効かないだろうな、気力自分打撃気力体力打撃、とりあえず打撃で攻めたきゃなんとかなるからね。体力自分体力打撃これ大事なボス戦取り損なっちゃいましたね。同じ敵かと思ってやべえ。パインか。あ、よかった、運の横だった、よかった。再起復活打撃、これが誤報のガーディアンだとしたらジオパラウドっていう敵を収録しとこないましたね。やっちゃいましたね。体力 HP3 倍覚えた、やったね。もう HP9000 近いんじゃないですか。そしたらあ、その時点で3倍じゃないのか。2倍で3000になってんだから今5000くらいあるってことになりますね。そしたらね、リジェネリングいただきました。これ足場動くんですよね。動きましたよね今ね。これちょっと繰り返していきます。で全部お見せしなきゃいけないと思うんで、雑魚戦はカットしようかな。とりあえずコンフィグで上アクティブモード早い、カーソル初期、ドレスアップ完全オフしときます。今のところはね、はい。で今戦ったの A です。で D です。これが B なんですけど、今度 B を触れてあげてもう一回します。戦います。戦わなくて済むのか。あ、そう、あれ合ってんのかな本当に。今 B に来てますので B の先の E に触れます。合ってるのかな、不安だな。だって足場反応してないもんね。謎ですけど、今度は1個前に戻って B に触れますよ。敵出るかな。あ、いや、ちゃんと足場動いてますね。戦ってないから分かんないだけで。今いる場所は B なわけですから、真反対にある赤い制御塔に触れるんですね。2つ飛び越えた先の、これ回転しちゃうから分かりづらいんですよね。これですね。これに触れて、これでミスってたら泣くわ、ほんと泣きますよね。
動かないよね、大丈夫だよね。で、持って奥の一つ青い制御灯に触れてあげればクリアだと思うんですけど。あ、やった、また戦えるんですね。こいつを取り損なったんですよ、戦い損なってるので。じゃあ今度はユナに任せようか。フロラフルルにお願いいたしましょう。お、なるほどね、そう変わるんだな。フロラフルル、あ、リュックが重い。先にですね、朱印、フロラ魔法、エレキランブ、ホワイトポーレン。じゃあサイレントホワイト、HP やばいんで回復したい。ただホワイトポーレンやっていくしかないんでね。フロラ魔法、ヒートランブ、ラッシュフロラ、あ、ラッシュフロラ使いましょう。ポイズンリーフ、ダメージが、回復が追いつかないな。ヒートランブ、アイスランブ、ポイズンリーフ、じゃあスティッキーハニー、加速ってますよね今ね。魔法のダメージを減らしましょうか、回復前にね。多分あとギリギリ足りると思う。アイスランブ、加速ってますよねちゃんとね、大丈夫ですよね。アクアランブ、お、スロー効いたかもしれない。サイレントドリームポーリン、ホワイトポーレン、ダメージだいぶ減りましたね。オッケーオッケー、回復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 、メインで戦います。ヒートランブ、じゃあマッドシーズーっていうのいきましょうか。ホワイトポーレン、シェル効果がありますねちゃんとね。 OK OK、 でも回復が追いつかない。ヒートランブ、アイスランブ、マッドシーズーはガードしてきた。まあそれはそうだな。いやー、サイレントホワイトでいいか、もう何でもいいよね。ホワイトポーレン打っといて、回復が間に合わない。ホワイトポーレンだと重い。もうヒートランプでいっか。サイレントホワイト意味なし。あ、でもサイレントホワイトめっちゃ食らいますね。ホワイトポーレン、ダメだ、回復が全然追いつかない。ヒートランプ、ヒートランプが一番早い。ヒートランプにしよう。サイレントホワイト、サイレントホワイト、ホワイトポーレン、クソ間に合わない、回復が。ヒートランプ、オッケー、倒したかな、回復して終了。はい、お疲れ様。一応これで足場が完成してると思うんだけど、どうかな、不安だ。まあ完成してもしなくても、とにかくパートは区切りましょう。はい、さあどうなってるかな。足場動いたよね。あ、なんかできてないっぽいですね。できてないっぽいな。反対側にもう一個なきゃダメなんですよね。どっから行けるんだろう。一番ん2個左かな。ちょっとミスったっぽいんですけど、
こっから行けるのかな。ですね。本来行くべきはここです。ここに進めばいいんですけど、もう一個行きたいんですよね。あの下まで行きたいんで、あの下行けるようにして、また実況開始したいと思います。お疲れ様でした。次のパートでまたお会いしましょう。